アエロフロートカーゴとは、かつて存在した、アエロフロートロシア航空産科の貨物航空会社。貨物機を保有していたが、2009年4月5日の運航停止後に、アエロフロートの貨物部門として吸収された。MD-11 改原稿塗装の MD-11 と、旧塗装の DC-10、アエロフロートロシア航空の貨物部門を担う100%子会社として2005年に、 設立され、2006年4月19日から、同社便として運航を開始した。ロシア国内では、ボルガドニエプル航空に次ぐ、第2位の貨物航空会社であり、シェルメイチエーボ国際空港を拠点に、12都市に就航していた。2009年4月5日に貨物機の運航を停止した。2011年5月11日、アエロフロート本社が加盟している。 スカイチームの貨物部門であるスカイチームカーゴに加盟した。ボーイング737から300回 DC-10 回アントノフ1-12アエロフロートカーゴに所属する貨物機はアメリカ製が多かったがロシア製最新鋭の移住シーンいるマイナス96も運行していた。なお DC-10 から40回はすべてかつて日本航空で運行されていた。 旅客機を貨物機に改造した中古機であった。ありがとうございます。